まあ今日勝たないとね始まらないっていうのは分かってたんで、まあ、レイソルもね降格したけど非常に力あるチームだし、ね、現に1人減ってからも2年取られてるんで、まあ、非常に厳しい試合になりましたけど、まあ、最後までみんな頑張って勝ち切れたのは良かったと思います。試合後に鹿島の結果を聞いたと思います。どんな思いで聞かれましたか？正直まだちょっと気持ちの整理がつかないです。サポーターは最後まで信じて今日も応援してくれました。優勝したかったですね。申し訳ない気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。中村健吾選手にお話を伺いました。